はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私のテストでお届けしている30分番組です。はい、まあ、3週目なので、はい、軽い感じで軽い感じでNetflixの話題なんかを私がやっとですね、あのNetflix仲間になれたんですよやっとですね、やっとです。12月に入って、で去年の12月から、はい、入ったなったので、うん、なぜかというと、はい、あの12月14日から、北村匠海、北村って言った、大丈夫、北村匠海主演悠々白書ドラマ、ドラマでしょ、ね、なんなのあれ、ドラマっていうの、ドラマでしょうね、まあ映画じゃない、ね、まあ、映画じゃないんか、うん、そうか、まあそう、ネットフリックスシリーズって書いてあった、ね、うん、5話でしたっけ、5話ね、うん、見ました、皆さん見ました、もうかっこよき私あのゆかさん怖すぎて見られへんかなって思ったけど、うん、2回も見たって、ね、どう、うん、2周しました、もう、あでもあの怖いシーンってさ、食べられるとこぐらいじゃん、うん、なんかあのちなんていうか結構痛しいシーンが、あのシーンがであの予告にあったもんね、うん、あのちょっとか顔がちょっと血でさ、うん、でバクバクみたいなところがあったから、うん、だからかなと思った、大丈夫やったですね、大丈夫でした、よかった、うん、まあ、えなんか怖かったっけ、怖いし、いやなんか結構ボッコボコに行くから、そういやボコボコにされるのはね、うん、あのそれこそ東京リベンジャーズを見てるのでだいぶ慣れた見慣れた、だいぶ慣れたと思うよ、だって私通り部の1の時に、うん、マジでボコボコにされてるだけで涙出てたから、ね、うん、すごいこう戦いもんとかゆかさんはまあ見られへんの、そうましてや大好きな匠くんがあんなにボコボコにっていうことでいやでもマジで慣れたんだと思う、あの別にね悠々白書の時最初から、ね、あ言っていいんかなこれ分かんないけど、うん、惹かれるシーン、うんうんうん、えって思わなかった思ったあこんなにももろにみたいな、はね、そう、うん、話も知らんから、そう私も全然知らない、原作なんか全然知らんから、うん、あのね、世代的にはもろ世代のはずなんだけど、うんうん、あ世代なの、もうちょっと私よりもそ、まあ後の人たちが世代になるのかな、わかんないです、わかんないですもうみんなでもあの、まあ、それこそうちの主人とかもよく知ってる、うん、内容的にはよく知ってるんだけど、まあ、でも私は一切見たこともなかったし、うん、まあ、もちろん読んでないしだから、うん、もう内容全然知らないんだけど、うん、まあ、あのね、トラックに引かれちゃうっていうのは、うん、実は私メイキングをちょっとこっそり入手してまして、あんまりねネットであのばらまいちゃ怒られるやつ持ってて、うん、なので知ってはいたんですけど、すごいね、はい、ということで、メインもネットフリックスの話題を続けていきたいと思います。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材がすべて用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまですべて専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV であなたも番組 MC を始めてみませんか。どうでしたか、感想は。面白かったです。私あの本当にあの日本のドラマとかを見ないようになってしまっていたんですけれども、はい、星降る夜にもね4話で終わってしまうっていうね本当すいませんねであの、ネットフリックスシリーズの、うんうん、まあ、日本版やし、あの楽しみにしておりましたけれど、うん、まただって入り直したぐらいだもんね一、まあ、回やめてたのにね、そうそうそう、見るもなくなったわけそうそう、全部見すぎて、ね、見るもなくなって、でちょうど始まって、うん、まあ、ゆかさんも言ってたから、うん、でなんかそういう結構なんていうの CG 感が、まあ、満載なんやろから、はいはいはい、あーんってなるかもなっていうのはあったんですけど、うん、面白かったです。そう、 CG 感が満載であーんってなるんだ、なんかはいはいっていう、もう見すぎてるかな、なんかいろいろ、それは何 CG って分かるやんっていうこと、ね、そうそうそう、とかもうそうやってぐっちゃぐちゃにしとったらええと思ってんのやみたいななんかなんかもうそういうのを見すぎてるかな、なんかそういう感じになっちゃうかなって思ったけど、まあ、面白かったです。あれ5年制作期間かかってるから、うん、5年っつったらだって匠くんが21だからさ、うん、そっからの、まあまあ、撮影はもうちょっと前のね、もう前の3年間ぐらいでやってるんだろうけれども、うん、いやだからそう思ったらそのほぼだから匠くん言ってたほぼね、その、うん、いろんな活動、その5年間にか活動してて、裏にはずっとその悠々白書があったって言うぐらい、うん、まあ、だから
そのね歌手活動、まあ、ディッシュの活動があったりとか、うんうんうん、他の映画撮ったりとかしててもやっぱり何かしらのネットフリックスに関わる、あの悠々白書に関わる時間が5年間だったっぽくて、うん、そう考えたらやっぱ思い出全然違うよね、うんうん、なんかすごいあれですか、アクションは自分でされてるんですか。してんだと思うよ、大概。なんかすごいよね。すごいよね。またいろいろと今そうもうね、ボコボコ本当ボコボコだったし、で、うん、あとまあ、他にそれこそね、いろんなあのね、それ今回のね、悠々白書のいろんな何、うん、YouTube にいろいろアップされてるやつとか見てると、はい、やっぱり一番でも大変だったのね、志尊淳さん、クラマが、うん、結構やっぱ大変だったっぽい。女の子出たんかなと思ったんですよね。綺麗すぎるね。綺麗よね。本当に綺麗よね。志尊淳さんはなんかそらこういうなんてつる、植物のねつるをピャーってやるのに、もともと持ってるのはこれぐらいの短いやつを持ってこう演技だけしてるんだって。はいはいはい、そうするとなんかね、そのまあ早かったかととか言われて、ちょっとね先が見えませんとか言われるんだって。振り方が、そう振り方でね、先が見えないからもう一回みたいな。の言われて、先がないんだもんみたいなでもやっぱりその振り方がその先があるやつの振り方じゃないですみたいなこと言われるんで、ほんでなんかすごかった。みんなほらやっぱりその役者の人たちってみんなつられてワイアクションっていうのするけど、志尊淳さんの場合はなんかね、それがね ここにね輪があって、うん、それと体も吊るされてて、だからこう360度って何て言えばいいの、どういうことこう回るだけじゃなくてこうも回るみたいな、そういう状態のやつをつけられてたんだって。なんかそれもかなり珍しいというか、初めて、なんか日本人もしかしたら初めてって言ってたのかな、それぐらいすっごいこう回り方、確かに後から撮影、ね、で見たら本当にこうただ単純にこう回るとかこう回るだけじゃなくてこう回るっていうか、そうなんか1対1で戦うところ、うん、最後のあれめっちゃ印象残ってるもん ね、あれそう確かにそう、うん、他の人たちはさ、まあ、どっちかっていうとこう、うんうん、飛んで、まあ、バーンって後ろに飛ばされるとかザザザザっていくみたいな感じだけど、あの人だけはなんか本当にすごかったし、でそれにまた手もつけなきゃいけなかったしで、まあ、一番もしかしたらそのお前や、ね、大変だったのかもしれない。でも私はブワーって変身して本当の姿になった時、うんうんうん、やっぱ美しいわこの人ってだったね、うん、クラマと対戦してるちょっと役忘れ名前忘れたけど、うんうん、役の人、はい、黒いこういう、はい、あの人は誰か分かる、通り部のこの人でしょ、ピアスの人でしょ、名前忘れたけど、え敵の方の人でしょ、そう敵の方悪い人やん、え間違ってる、ピアスの人、えピアスの人、ピアスってあれ、ね、カズトラのこと、違う、そうそうそう、シュンってした、そうですそうです、名前忘れた、罪と罰って、うん、名前が私も出てこない、でも分かってんで、ね、あ、ね、通り部の人やなって言ったもん、そう正解正解、うん、よく分かったね、あれマスクもしてたのに ね、はじめめっちゃ綺麗な顔やなこの人もって思って、うんうん、でも誰やろうって言ってすごい見て、うん、あれなんか見たことあるぞ、うんうん、あーってなった、そうそうそう、でも名前が分かる、私も今ポッと出てこない、誰だったっけ、通り部誰だったっけ、あれこれピアスじゃなかった、なんか一個のなんか、あピアスしてたっけ、ちょっと、うん、かったっけな、でも罪と罰のね、うんうん、あの人ですね、分かったよ、そうですそうです、なので あと雪女みたいな、うんうん、妹役の、うんうんうん、あの人は有名な方なんですか、なんかすごいほんまに雪女みたいで、なんか最近時々見る人よね、今回の悠々白書ではそこまでなかったけど、普通に出てる時に結構小松菜奈さんにそっくりなのよ、うん、あでも分かる気する、そう小松菜奈さんにめっちゃ似てる方で、最近よく出てくる方、すっごいなんか似合いすぎてて、あ確かにね、めっちゃ印象に残りました、透明感というか、う本当に儚い感じ、うん、なんかね、そうそうそう、うん、確かに綺麗しね、うん、なんか印象残った、そうと、あとボタン役のうん、あの方は名前が出てこない、なんとか琴音さんなとか、うんうん、で匠くんとはまあ、今までも何回か共演してるかな、うん、でスクロールって私が1回しか見れなくてムビチケ残ってますっていうスクロールの、はいはいはい、うん、で一緒に、まあ、まあ主演というかな、匠くんと、中川大志さんが主演 で、その、うん、まあ、匠くんの相手役みたいな感じで出てた方だから、うん、でもそう思ったらそのスクロールよりも前から撮影してたんだなと思って、うんうん、
あ、ちょっと余談言っていいですか。どうぞ。あのスクロールの、うん、ムビチケ残しちゃって1回しか行けませんでしたって私言ってたんですけど、はい、ですね、あの、なんだっけ、法廷遊戯、うん、あの連連主演、はいはいはい、連連主演この前言ってたやつですね、あれも実は1回しか行けない、うん、え、それもチケットこう取ったん、そしてムビチケ残っちゃったどうしよう、悲しいなんでかな、記念品、記念品、ほんま記念品、はい、2枚目の記念品、うん、いやね、1回しか思いのほか早く終わってたんかな、そう、思いのほかでっかい声、思いのほかね早かったんですよ、連連主演だからって思って、ちょっと私油断こいてましたが私がいつも行くあの震災橋の、はいはいはい、あそこはですね1ヶ月なく終わっちゃいました、そうなんや、へえ、っと思って、じゃあ町内からもうでも無意識残してるからちゃんと、え、それでなんかたまにすごい何ちゅうの、もう一回やりましょうかみたいな時には使えるんですか、うんうん、使えると思う、おそらく使える、あとほらなんかもうもっとそのあのちっちゃい映画館みたいなのでやってた、もしやるんだったら使えますよっていうのは、あの、あ、はい、じゃあまあね、いつか見れるかもね、 X の中であの、はい、たくみくんの関係者の方から、たくみくんの関係者だったらおかしいなあの、はい、方から聞いたことはあるので、その時まで撮っといてくださいね、撮っとこ、でもそれがいつあるんだっていうね、ネタ不思議、ちょっと分かんないんですけど、まあ、でもちょっとね、あの法廷遊戯をね1回しか見に行けなかったのはちょっと行けなかったわけじゃねえな、あんまり見に行く年末やったしか、いや年末でもない、11月10日あれ11月か、うん、気がついたらねちょっと終わって、なるほど、そういうこともあります、ね、そういうこともあるね、ちょっとね、あのなんていうかな、あの内容的にね後味が悪かった、後味が悪い、うん、気持ち悪いみたいな、気持ち悪いんじゃなくて後味が悪い、後味が悪いんや、そう、何がって言われると1回しか見てないので、うん、ちょっと内容言えないのであれですけど、うんうん、ちょっと後味が悪くてですね、なんかこう、うん、もう一回見ようみたいな感じじゃなかった、なかったやん、そう、ちょっとそれはね残念な、なんかけいちゃんなんかネットフリックスでおすすめ、私におすすめする何かがあるという、はい、もうあの韓国ドラマですけど、ペントハウスっていうやつですね、もうおもろいおもろいってみんな思ってるでしょ、見てる人多いと思いますよ、何が、もうねストーリーがね、うん、ここまでねよう意地悪思いつくわっていうもうどうやったらこんなことが思いつくのっていうのが、え、それさ元はどういう、も元はじゃ例えばその、うん、何あのサクセスストーリーとかさ恋愛とかさいろいろあるやん、私の大好きな復讐系ですごめん、その復讐系っていうあるんだ、まあ、あのね韓国ドラマはもう復讐系がもう8割ぐらいのなんか、それはさ、それはさ、うん、主人公が何かされて、うん、主人公が復讐するの、ね、そんなねシンプルじゃないあの出演者が例えば10人おったら10人でいろんな復讐合戦が、あのさ、それさ、あの見ててさ、うん、あの精神的に意地悪にならん、いやそこがなんか韓国ドラマの不思議なところで、うん、面白いね、なんかひどいよ、ひどいねで、こんなもし自分がされたらもう無理やないうようなことなんですけど、うんうん、まあ、なんかエンターテインメントになってるというか、ペントハウスはで悪いやつやねん、でもえ、じゃあ10人で復讐したいとかで、ね、10人悪いやつ、もうね悪いやつが8割がもうねやねんけど、なんか知らんけど憎みきれないんですよ、みんなのキャラが、だから描き方が、人物の描き方がただの悪い人っていう描き方で終わらんのですよね、なんか日本、あ、まあ、それで出したかな、比較でなんかいわゆるドラマでいくと、うん、その悪者、うん、正義みたいな、はいはいはい、ドーンって、うん、はい正義勝ちましたみたいな感じじゃないですか、うん、でもなんか韓国ドラマってあの第何話みたいなのが長いからなんかもしれんけど、うん、一人一人のキャラ設定がすごくて、あのこんなに悪いことするようになったのにはこういう過去があって、でこうなってこうなって、あもうそれやってまうわなみたいな、その一人一人になんかちょっとあの応援したくなる部分もある、ここで改心してくれりゃいいのに、わあそうはいかんかみたいななんかもうね、シーズン3まであるんですけど、うん、全部面白かったです、見てほしい、へ長いで長いよな、それさ、うん、なんでほら
あの前の何だったっけ、イテウォンクラスか、うん、が、あの日本でさ六本木クラブって、はい、クラブじゃん、やってクラスか六本木クラブ飲みに行かない六本木クラスあったじゃん、うん、あ、まあそれは見てないとは思うんだけど、はい、見てないです、やっぱり見てないんだ、イテウォンの方は見てますよ、そうそうそう、ね、うわもう最高でしたね、うん、あでもあれも復讐なんでしょ、復讐ですよ、復讐サクセスストーリーみたいな、あイテウォンクラスはそうなんだ、うん、でそのなんだペントハウスは、ペントハウスもサクセスすんの、まあ、最後サクセス、サクセスっていう感じじゃないね、うん、それ後味悪いやつ、後味悪くないよ、マジで、うん、いやもうこんなしっちゃかめっちゃかな、うん、ドラマの展開で、うん、よく着地させますねっていう感じ、へ、うん、その着地は何すっきりすんの、すっきり、ああなるほどなるほどってなるの、うん、でももしかしたら続きあるんかなっていう感じで終わる、なるほどね、うん、私的に言ったらこの、まあ、それこそネットフリックスでそのビバンをね、はいはい、見たわけですよ、うんうんうん、まあ、ちょっとそんな感じなのかなって思った、はいはい、面白かった、そう、うんうん、最後の最後にえ逃げんだみたいなさそうそうそう、そこまで分かってたんだみたいな、うん、だからなんかビバンのあれがもうずっとあったみたいな感じ、あビバンも確かにね、うん、あのえまさかのこの人みたいな、そうそう、だからもう次がもう何ていうの、気になりすぎて止まるとこいつっていう、うん、いや分かる、ビバンは確かにそんな感じ で、うん、でもうち息子が偉いから、うん、いやここまでっつって偉いながら、まあ、にせいぜい日に2話しか見なかったんだけど、あれ息子らがいたらずっと見てるよ、ね、いやもうね、ペントハウスはシーズン1が40何話ぐらいあるからでもね、あっちゅう間に見終わるよシーズン1ね、いやで、でネットフリックス、あの次へを見るのが早い次へが、あのもうちょい悩ま、もうちょっと悩ませてほしい途中でも次もう悩んでる間にすってもう次いっちゃうじゃん、ていく、ね、そう、うん、なんだっけな、あれアマプラとかも、うん、まあ、次へってなって、うんうんうん、ああ行っちゃったってことあるけど、アマプラまだ優しいまだあの止めようと思ったら止められるもん、決心ちょっとちょっと、ああいやいやもうちょっと思ったネットフリックスはそれを許さない、私はもう押しに行きますけどねもっと早く次行ってみたいな感じでだから私悠々白書自体も、うん、いっぺんに見なかったのね、うん、1話まで見たんか、1話見て、うんうん、2,3 見て4,5見たかな、うんうん、もうあーっていう感じあ、いっちゃうみたいな感じだったもんね、でも 3日ぐらいかけたと思いますよ白書は、そう他のもね、見なあかんからケイさんだね、ケイさんの場合はね、まあ言うてもでも私も結構見たかな、この約1ヶ月間、ペアンとく1ヶ月の間、はい、何見ました、面白かった、狼ちゃんそれは私何か分かりたい、ね、あの恋愛リアリティショーっていうやつ、じゃあ恋リアって言われてるんだけど、相乗りみたいなやつ、あ、まあまあ昔で言う相乗りみたいなやつかな、あ私あのアベマTVでやってたのもずっと見てるんだけど、はいはい、まあそれと、うん、あと、ビバンでしょ、ビバン、うん、と、キングダムの1位ね、1個目のキングダムね、日本ばっかりやな、あそうやな、うん、え海外のも、うん、海外のも見てません、あ見てないですね、ちょっと1回ぐらい1個ぐらいあの韓国ドラマ見てる、だからおすすめに出てきたことないもん、そのペントハウスマジでもう出てきたことない、すごいあのおすすめ、もうよく分かってらっしゃるっていうね、98番もうだって私一番最初にだってさ、検索窓あるやん、はい、あれで北村匠海って検索してるからね、ああもうね、うん、もう日本のやつばっかり、そうだからアンダードッグ匠海くんね、うん、でもアンダードッグもまだ1個しか見てないけど、うん、あと虹色カルテ匠海くんね、うん、ロイコの、あとうち息子たち子供たちはなんかあれ見てた、何マリオ、スーパーマリオ、あ映画あ、まあ、見てないですねだからこの間ユニバに行った時すげえ喜んでた、うん、んあの時のこんなやつの本物みたいな、本物、そうそうそう、ぐらいかな、見てほしいな、ペントハウス、でもあのペントハウスはちょっと長すぎて、うん、多分もうあのやめるまで見終わらんかもしれんから、うん、あのあれイテウォンクラス見てみましょうか、いやあの私六本木クラスだったら、うん、あのね主演が木野真由さんなの で、はい、ってことで竹内涼真さんなので、はい、まあ、ちょっと見る気、あとテチ出てるから、はい、ちょっと見る気がするんだけど、私ほらやっぱり人で見るんだなってめっちゃ思ったの、なるほどな、うん、で私あのキングダムも、うん、いや吉沢亮と、うん、あれじゃん山崎賢人じゃん、うん、
見れるじゃんっていう感じ。そうなん、かっこいいから、かっこいいから、そう、あ、なん、うん、やっぱ人で見るんだなってめっちゃ思った。だって他見たいと思わんもんね、こうやってほら、まあ、あの次々って見ていったりするじゃん、うんうん、違うやつ違うやつって、うん、全然こう引っかからないのよね。へー、何やったら引っかかるか。じゃああれはまたあの愛の不時着は、ね、見たいと思わ。タイトルからして見たいと思う。おそらく私ね、ちょっと韓国の方の顔あんま得意じゃないのよね。そうなんですか。そう、顔で見るやん。かっこいい人も多いですよ。見てたらかっこいいと思うのかもしんないけど、まあ、あのストーリー展開の面白さはもうほんますごいなって思う、うん、見てもらいたいですけどね。1個もちろん短いのにしてほしい。どれもね12、16だったら、まあ、日本とほぼ一緒やん、うん、これなんとかなるかな。でもね、1回が長いね、生った。ああ、そうなの、うん、60分そう、でさ、ネットフリックスってさ、うん、1.5 倍速とかないの。え、あ、ないか、なかった、あるんだ。あ、あるか。私、あの、モニターで見てたら、なんか、あ、パソコンで見たらあるって言ったかな、モニターで見たら。え、ドラマを早送りで見るんですか。え、見ませんか。YouTube は2倍速でしか見ないですけど、私TVer は大概 1.5 倍速。ドラマを早送りで見てる。 TVer は 1.5 倍速で見ております。マジで、はい、え、ニュースとかじゃなくてドラマを、うむ、じゃあ魔王役者さんが作っての 1.5 倍とかで見ちゃうわけですか。たくみくんのは見ませんけど。え、そんな早送り設定とか見たこともない。マジで。ネットフリックスに関しては、うん、ま、YouTube は常に2倍速ですけど、うんうん、何見るにも。あ、マジで、うん、私すぐ、なんでネットフリックスできないのって息子に聞いた。マジで。まあ、あの BTS のやつとか早送りしないですよ、もちろん、ね、うん、もうそれぐらいびっくりした。あ、マジで、うん、え、ドラマ早送り。何の言うねん。いや、だから結局その中身だけビャーって見たいとかっていう時はあらすじみたいな、結局どうなんの、はいはいはいみたいな、そうそう、もうそれだったらドラマ見んでいいと思う。だから言ってるやん、たくみくんのしか見てないって。お前な、お前そうはもう、なるほどだろう。あの、だから、うん、まあそうだな、 TVer でも私だからそれこそ TVer の前回に見てたやつとか、うん、なんだっけな、最高の教師とかは、うん、普通に 1.5 倍速で。ドラマ早送りで見たことないですよ、うんうん、だって別にさ声もそんなに最近変わんないじゃん。そうなのかな、うん、そこまで変わらないから、うんうん、え、マジで、ちょっと私カルチャーショック、カルチャーショックとは言わないんですかね、驚き。まあまあ、うん、でもちょっとあれ見てほしいな。何、イテオンクラス。イテオンクラス、うん、そうなんだ、うん、六本木クラス見るわ。そうなんや。最近六本木クラスがね、よくね TikTok にね切り抜きで上がってくんだよね。面白かったんかな、見てないから。面白かったけど、でもちょっと見た感じは、まあ、確かに意地悪されてんなって感じはする。もう意地悪はもうてんこ盛りですよ。そう、意地悪な感じになりそうで怖いよね、私。自分が、そう、自分がこういうなんかちょっと、ね、意地悪、いじめ手法あんのかも。そうそうそう、意地悪な気持ち、意地悪な気持ちになりそうだよ。まあ、あの平穏無事ではあるので、まあ、見れるかもしれないですけど、うん、 ね、はい、そのあたりは気をつけてみたいと思います。はい、エンディングはけいちゃんにからのお話していただきます。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。大倉慶の望みを叶えるからメッセージ。バンバンバンパフパフパフ。はい、さっきね、韓国ドラマのペントハウスっていう話をしたんですけど、あのドラマの中で、あのキャラ変する人っているじゃないですか。はい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 、初めすごいちょっと弱々しい感じでいじめられとった方やのに、うんうん、復讐する時になって人が変わったんですか、うん、みたいになるんです、ペントハウスの、うんうん、その時に何が一番特徴的かっていうと、うん、服の色。そうなんや、やっぱり。そう、なるほど。
メイクで使う化粧の色が、うんうんうん、で、あ、もう生まれ変わったやなみたいなぐらい全然違うんですね。でペンタハウスのはもう髪の色まで変わったし髪まで変わった、うん、あのもうちょっとね、あの主役が誰って言われへんドラマなんですよ。そうなんや。みんなが立ってくるから、キャラが、うん、もうなんか10人近くがもう何ちゅうの主役の争いみたいになるんですけど、まあ、第1シーズンで、まあまあ、ほぼ主役級みたいな人がシーズン2では髪の毛が赤くなって帰ってきますから、ね、赤いというかマゼンというかマーカーみたいな、うん、もうめちゃくちゃ気強になって帰ってくるんですよね。なのでやっぱりその自分の強さみたいなのを、うん、表現したかったら、うん、ちょっとペントハウスを見習って、うん、あの色味でちょっと、うんうんうん、あドキドキするなってなった時こそ色を使う。でなんかこの色を着てる私っていつもと違うみたいな風に、うんうん、色で気分とか、モードとかキャラを変えて、うんうん、なんか新しい場とか新しい自分でなんか挑んでいくっていうのはあの参考になっちゃうかなって思いますね。まあ、それはそういうのにさ、まあ、気づくっていうか、うん、そこをそのやっぱりその性格と色とがやっぱあったものが出てるっていうのに、うんはい、やっぱ色の知識があるからなんだろうね。とかやっぱそういう風に見ちゃうんでしょうね、うんうんうん、あここですげえ色味変わったとか、うんうんうん、日本の映画とかでもやっぱり、うん、あこのシーンでこの色にすんねんなとか、うんうんうん、あのネクタイの色が、はい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 、あここでこのネクタイに変わってるやんみたいなとかっていう視点で見ていくと面白いですね、うん、ディズニー映画とかはほんまに、ね、あのドレスの色でね意味が仕込まれとったりするから、うん、やっぱ見てる方はもは見てる方でそんな知識はないけど、うんまあ、やっぱりそういう風にやっぱ感じ取れるってことだよね。絶対無意識でキャッチさせてるって思います、うんうんうん、なおさらだから増幅させてる可能性あるよね、うん、そういうキャラクターをね、うん、色でね、うん、そうそうなるほど、ねうん、あまあってことはもう私らが普通に着る時にもやっぱそうやってるのを、ね、取り入れる意識して取り入れるっていうのがね、うん、大切かもしれないしね。また参考になさってください。はい、ママラフのフェイスブックページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報、私の情報もあります。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございます。インスタグラムはハッシュタグママラフでご覧ください。ではまた来週お目にかかりましょう。さよなら。